はい、イカ、はい、あ、ギリギリギリでもギリギリ貴重ですね、ギリギリ貴重、まあ、刺身用のイカ、はい、あ、タコが来た、よかった、今日タコ欲しかった、これ28です、安安っ、あ、値段言っちゃダメじゃないですか、これ動画で、はい、ヤズ、アジ、ええ味じゃ、一刺し、変な魚軍団、おじさんゴール、おじさん、おじさん、おじさんにヤガラに宇宙人にエイリアンに、アジ、アボアジ、この下何やったんですか、アジが2杯、はい、ありがとうございます、バッチリです、変な魚来たし、はい、ありがとうございます、はい、今日も一日ありがとうございました。おのこに来てます。今日はですね、餌をちょっと変えますよ。この食用も全部スーパーで買えるものでやります。別に今日3人で勝負するからってハンデをつけちゃうわけじゃないんですよ。これでちょっと勝負しようと思って今日は。ちょっとやってみようと思います。これがバラケですね。こっち、つけをこっち、グルテンとトロロをうまく使ってやっていこうと思います。それではやってみましょう。さあ、今日は林くんと足立くんの勝負があります。二人がなんか、勝負するっていうんですよ。どうしようか。負けたらどうします？ジュースぐらいにしとった方がいいやないですか。うわすごいな、この竿がええですよ、見て、金の竿ですよ、ゴールド、金持ちは違いますね。安達君これ持たせてもらって、ぶち軽いけこの竿、うん、重さが違うけ。はい、昆布で取りましたよ。ほな、上がバラケの芋で、下がトロロ昆布です。さあ、頑張ってますね。それではリリースします。話しかけんでくれ。機嫌が悪いです、二人とも。集中できんけ。ぶち曲がっちゃう。また逃げるかもしれない、もしかしたら。いや、でもね、不慣な感じ。不慣な感じ。お、ええわ。これええわ。これはいい。お、これええわ。これはでかい。うわ、やったよ、やった、ヘラヘラね、これもしかして、もしかして、もしかして、ヘラや、うわ、これはヘラやね、絶対ヘラっぽいね、うん、違う、おお、うん、ヘラと思います、やりました、やりました、すごい、やりますね、やっぱ竿が違う系ね、足立くんどうする、うん、お、引いただ、お、引いた、でかい、でかいんじゃないそれ、うわ、それはいいや、うわ、でかい、でかい、うわ、でかい、それでかいよ、足立くん、足立くんでかい、それ401体やない、それ何しようんですか。もう無理やね。無理ですね、それ。ね、これお、金やね、足立くん。金また。ゴールド。それ濃いやない。なんか。
恋っぽい。いや違う。ちょっと待って、待って、待って、嘘やろ。嘘嘘。うわ、すひげがあるんやないの、実は。すごいね、それ。うわ、来た。仙崎が来た。ビップグーが。でもこれ40超えちゃうよ、絶対。これは今までで一番大きい。ねえ。これすごいよ。うん、すごい、41センチが取れました。うわー、これちょうど通知が入ってくる。36です。コブで釣りましたよ。でかいじゃん。でかいね、足立くん。それでかいで、でかい、それでかいわ。お、やった、うまい、うまい、うまいね、足立くん。キャッチがすごい。それでかいよ、それでかでかっ、プチでかい、それパンパンやん。惜しかったね、今あとちょっとでバラすかと思っててバラせバラせって今僕はそんなことは言わん、思ってない。すごいねこれ。42ぐらいじゃない。うわぁ、またよ、41やね。でも45やけね。これ今まで 41.5 やろ。ほら、あ、42あるな。いやいや、こっち、いや、こっち。絶対ある。いや、41。いや、1.5ですね。41.5、41.5やね。41.5なんやこれ。いや、これはすごいよ。ブチエヘラ、これ。これすごいね、これ。子持ちや。すごい。あと、ちくのケツが映らんように出さんね。プルギルやったん。ヘラブナやった。ほんと隠し男みたい。怪しいね。なんか違う魚やない。違う魚やない。
ボールを。あれ、失敗した。よっしゃ、ありがとうございます。4枚目です。みんな金じゃねえ、ここの船。金色。だろうな、こいつ。粘ったね。お、最後の一投で取りましたね。本当の最後の一投。よかったですね。僕の最後の一投は亀でした。こいつ逃がしたらね、あ、取れたかな。最後亀。この亀勝ったね。亀、亀救出。ガーメラー、ガーメラー。じゃあね、亀さん、ごめんね。釣ってごめんよ。よし、帰ってきた。みんなよかったね、じゃあ。4枚、3枚、2枚。ね、ええ感じやね。数じゃないね、バラした数。大きさ、あ、大きさ、足立くん大きさ1じゃん。41.5 つった。いや、うん、本当。40回釣ったけど、足立くんが優勝か、今日は。しかもあのパンパンすごかったもんね。あれはす、真っ暗。真っ暗ですよ。本当真っ暗で何も映らんで。とりあえず良かったですね、みんな取れてね。みんな取れた、良かった。足立くんすごいの取ったね、今日ね。パンパンのやつ。それでは皆さんお疲れ様でした。俺も今日マルキセットで取れたけど良かった。マルキさんです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。明日も仕事ですよ、頑張りましょう。これ仕事頑張れるんですよ、これ魚釣りしたら。